俳優の神木隆之介が主演を務める TBS 系日曜劇場海に眠るダイヤモンド毎週日曜あと9時が20日にスタートする。今回は清水博成が演じる検証を紹介する。本作は1955年からの石炭産業で躍進した長崎県丹島と現代の東京を舞台にした70年にわたる愛と友情、そして家族の壮大な物語。戦後復興期から高度経済成長期の何もないけれど夢があり活力に満ち溢れた時代にあった家族の絆や人間模様、青春と愛の物語を紡いでいく。同時に現代の一見して何でもあるけれど若者が夢を持てない時代を描き、過去から現代に通じる希望を見つけ出す時代を超えたヒューマンラブエンターテインメントを繰り広げる。